どうも、フリーマガトアースガーです。今回ですね、焦りを見せる世界のお困りの勢力、中国と覚悟が必要な日本その92です。おちとしは急いで対応しないと2024年の日本大使館が起きてしまうってとこなんです。前回に続き世界のお困りの勢力の話です。概要欄の動画をご覧いただくとより理解が深まるんですが、ここまでに触れたロシア・ウクライナ編にも絡みますが、世界のお困りの勢力は病気、食料、戦争なども含めて様々な計画を立ってて、彼らの人口削減、お金儲けのために動いていることを前提にしてご覧ください。2023年9月16日、トランプ氏がプーチン大統領からの称賛を高く評価する報道が出ました。NBC の司会者クリステン・ウェルカー氏との独占インタビューで、トランプ氏はウクライナ戦争に関するプーチン大統領の立場を指して、プーチン大統領のトランプ氏はウクライナ危機を含め全ての問題を数日以内に解決すると言っている、我々はそれを喜ばずいられないといったことに喜びました。またトランプ氏はどう終わらせるかを言ってしまえば、私は交渉材料を全て失うことになる、つまり正確に何をするかは言えないということだ。しかしプーチンにはあることを言うだろう、私はゼレンスキーにあることを言うだろうと、ウクライナのゼレンスキー大統領にも言及。さらにトランプ氏が大統領のままであれば戦争は起こらなかっただろうと頻繁に主張し、私ほどロシアに厳しい人間はいなかった、それでも私はプーチンとうまくやっていた、言っておくが私は彼と本当に仲良くなった、それは悪いことではなくいいことだ、彼は1700発の核ミサイルを持っている、我々もそうだと述べました。これも同日ですが、 EU がウクライナ産穀物の禁輸延長をしないことを決定。これに対しハンガリー、スロバキア、ポーランドが禁止措置を継続。ルーマニアは政府が輸入禁止の延長しなければ農民が税関や港を封鎖する動きが出ました。この件については続報があって、今年1月15日時点でハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ルーマニア、スロバキアの東欧5カ国はウクライナ産穀物に対する輸入関税導入などを求める書簡を EU の執行機関欧州委員会に提出していました。今年の4月時点でも EU はウクライナ産穀物輸入容認で、東欧5カ国は同国産の穀物輸入に反対を続けています。これも同日ですが、9月14日のアメリカ CDC のあの病気ワクチンを打った10代の若者のデータによると、0から1人のあの病気による死亡と10万から20万件の重篤な副作用を引き起こすことが判明しました。個人的には世界のお困りの勢力の人口削減、金儲けにつながりそうな気がするんですが、皆様はどうお感じになるでしょうか。前回までの動画で話したアメリカの情報機関 CIA があの病気の調査官に賄賂を送り、武漢研究所からの流出説を否定された計画の首謀者が、現在はコンサル会社の BGS のアドバイザーアンドリュー・マクリティス氏だったことが判明。これも自分が提唱する法則の一つ、お困りの方たち同士は惹かれ合うが発動しているのではないでしょうか。これも同日ですが、ロシアのスプートニックの9月14日の記事が X で拡散。ワシントンのシンクタンクが何年も前から紛争を引き起こすことを公然と議論していたそうで、アメリカのお困りの勢力と金融関係者がウクライナ紛争を引き起こすことを何年も前から公然と画策していたそうです。さらに西側諸国の軍事同盟 NATO の指導者たちが、今ようやく代理戦争だと言ってくれたことに感謝しているそうです。要するに世界のお困りの勢力や軍産企業などが癒着する関係のことに触れていました。お困りの勢力の一人である投資家のジョージ・ソロス氏の1990年代からの動きなどを知っていれば、これは納得ができる情報ではあります。これも同日ですが、自民党の小野田紀美議員の外国人に関する国会質疑が拡散。ご熱づけたら仮放免できますよと、日本に滞在できますよとなれば、法の意味とは、真面目に頑張って正規で入って頑張ってきた外国人は不公平だと思う、10年以上仮放免になっている方がたくさんいる、借りて何ですかってなりませんかと
と述べていました。これはその通りだし、実際に不法移民がいることでその国の経済治安がどんどん悪くなっている例は枚挙にいとまがありません。それもあって先日の自分の生配信でも話した通り、出入国管理などの改正案が今国会で提出されて、永住外国人の永住許可取り消しや外国人労働者管理の案件が入りましたが、対応は遅いとはいえやらないよりはマシというところではあります。9月17日には日本にある中国大使館に呼ばれて報道内容について指摘されるお困りのメディアの一つ共同通信が、全国の自治体首長を対象に行った人口減少問題に関するアンケートで 86% が外国人材の受け入れを推進する必要があると答えた記事を配信。調査は全1788自治体の首長を対象に7から8月に実施し、 94% の1682人から回答を得ました。外国人材受け入れの推進は 30% が必要、 56% がどちらかといえば必要と回答、不要、どちらかといえば不要は計 8% でした。都道府県別で受け入れを必要とした首長の割合が 90% 以上だったのは計16道府県で、このうち島根と高知は 100% でした。必要とする理由は医療・介護人材の確保、一次産業の人手不足、製造業の人手不足など労働力として期待する声が多かったんです。いかにも共同通信らしい記事でありますが、それと同時に30年間も日本の経済を停滞させたお困りの象徴の一つ、財務省が我々が政府に貸している借金である国債を使って先行投資を1990年代にしていれば我々国民の給料も上がってこの状況は生まれませんでした。これも同日ですが、中国と長い間ズブズブな関係のメディアの一つ、日経新聞が9月15日、自己紹介と思われる記事を配信したことが拡散。中国版失われた30年が始まる理由と向き合い方という見出しで、日本経済に必要なのは中国需要に依存しない構造を作ることという珍しくまともなことを書いていましたが、それまでずっと経済で中国推しをしてきた日経がこれを言い出すのは本格的に中国経済が終わっていると判断したと思われます。去年9月時点でこれなので、現在の中国経済はもっと悲惨な状況なのは容易に想像がつくところです。これも同日ですが、9月16日のトランプ氏の講演動画が拡散。第3次世界大戦やお困りの LGBT 移民などについて発言しており、聖書には平和を築く者は幸いであると書かれている、知っているでしょ、私は平和を築いた、覚えていますか、ヒラリーは私たちが戦争に巻き込むと言った、いや私はこれらの戦争から私たちを解放した、シリアから撤退させた、イラクからも撤退させた、イスラエルを守った、彼らは大きな問題を抱えていただろうが、私は平和の仲介者になる、あなたに約束できる唯一の候補者だ、私は第三次世界大戦を阻止する、私たちは世界と密接な関係にあるのだ、女子スポーツから男性を締め出す、大統領就任初日に私は批判的人種理論、トランスジェンダーの狂気、その他の不適切な人種的、性的、政治的内容を子どもたちに押し付ける学校への連邦政府資金を削減する新しい大統領令に署名する、バイデン政権によって不当に迫害された全ての政治犯のケースを迅速に調査する特別タスクフォースを任命する、ワクチンやマスクを義務付けている学校には1ペニーも支給しない、私の大統領就任時にはバイデン政権の全ての国境開放政策を終了し、アメリカ史上最大の強制送還を開始する、アメリカは選択肢がない、今の状態は持続可能な状態ではない、多くを知らなくてもこれが持続不可能であることは理解できるはずだ、アリゾナ州を見てみたか、今日何千人もの人々が街中で歩き回っている、誰もが自宅から出てきて美しい場所がどうなったのかと言っている、しかしこれは多くの街で都市で起こっていることだ、ニューヨーク州を見てほしい、他の場所はあまり見ないことが起こっている、しかし実際もっと悪化している、これは持続不可能な状態だ、どの国もこんなことを持続することはできない、経済的にも一貫していない、誰もがこれを持続することは不可能なんだ、彼らは英語を話さない、若い子供たちを学校に入れている、教える人は誰もおらず、少なくとも彼らは学校で何が起こっているのか理解できていない、これは恐ろしい状況だ、我々はこれまでにない状況にいるのだ、
もはや第三世界になってしまったなどと述べました。これも同日ですが、アメリカのお困りのメディアの一つ CNN でさえもバイデン大州長を見捨てる状況になりました。CNN はロイターの大州長の弾劾調査に関する世論調査を紹介しましたが、大州長への支持が 41%、 反対が 35%、 わからないが 24% でした。その2日前の9月15日には大州長の犯罪について共和党のナンシー・メイス議員を招いて見解を聞いていましたが、あの CNN でさえこういう報道をするほどなので、よほど数字が稼げなかったのも影響しているのかもしれません。とはいえ、自分が何度も言っている通り、アメリカのザルな選挙制度である身分、選挙投票登録が別で、個人情報が紐付けされていないことを踏まえると、全く安心できないのは、現在も全く変わっていません。まとまり同日ですが、イェール大学の疫学名誉教授であるハーベイ・リーシュ博士などが、あの病気ワクチンを打つことで起こるとされるターボガンについて大起源の動画で語りました。リッシュ博士によると、通常10年、20年、30年かかって発症するがんが、理論的には免疫抑制作用のあるあの病気ワクチンによって発症が早まり、長期的にはより高い確率で表面化する可能性があるそうで、もし25歳の人が家族歴なしに大腸がんを発症した場合、大腸がんの仕組みの基地のパラダイムに沿って考えると基本的にありえないことだそうです。またリッシュ博士は、これらのがんは基本的に通常のがんの仕組みに比べれば、罹患するには若すぎる人々に発生しているため、ターボがんとして指定されているのです。ワクチンを接種した人の一部で免疫系に様々なダメージを与えている。しかし、もし免疫系にダメージを与えて新しく成長し、おかしくなったがん細胞を認識したり無効にしたりする能力を制限してしまえば、免疫系が対処できないところまで増殖する可能性が出てくるのです、などと述べました。またもや同日ですが、ファイザーの元副社長マイケル・イードン氏の7月20日の動画での発言が拡散。あの病気ワクチンに含まれる体の中でタンパク質を作る mRNA について、 mRNA ワクチン、特にモデルナ製のものを見ると、私は驚愕しました。私の主張は、これらの材料には複数の有毒性が組み込まれているというもので、それについて説明します。皆さんにお尋ねしますが、なぜ自分の体は自分自身と仲良くするのでしょうか。自己免疫疾患を持っていない限り、体が自分自身を攻撃することはありません。通常、免疫系は軍隊のようなものです。彼らは基地にとどまり、あなたに害を及ぼしません。ただし、感染したり、がんになったりすると、戦争に出かけるかもしれません。このトリックが体内でどのように機能するのか、考えてみてください。それは自分自身を区別する方法です。体のあらゆるものがそこにあるべきものとしているものに対しては攻撃しません。外部のもの、自己でないものは攻撃するのです。ですから、 mRNA ワクチンを接種すると、体が外部の非人間のタンパク質の一部を作るように指示されると、それを発現する全ての細胞は今や侵略されたと信号を発します。免疫は戦争に向かい、それを殺そうとします。この材料が入る全ての細胞、これは絶対に大量市場で安全であるはずがありません。彼らは自分自身の細胞を攻撃して殺します。これが様々な副作用が見られる理由です。これは有毒性の一つのメカニズムです。他にも多くの懸念がありますが、これが私の一番の懸念です。私たちはモデルナ、アストラゼネカ、ジョンソン&ジョンソン、ファイザーの4社、これらの製品はいわゆるあの病気ウイルスの同じ部分を示しています。それはスパイクタンパク質と呼ばれる外側の部分です。ここでいくつかのポイントがあります。もし私が創業チームを率いていて、それを何十回も行ったとしたら、解決策を思いつく可能性がありますが、他の企業の仲間が同じ解決策を出す可能性は非常に低いでしょう。真実を伝えることは極めて稀であり、そうすることは絶対にありません。なぜそうしないのでしょうか。ウイルスに関するストーリーを信じるとしても、私たちは以前の研究から、これらの微生物から突き出たスパイクタンパク質が生物学的に活性であり、血液凝固を引き起こし、ほぼ有毒であることを知っていました。これは意図的ですと述べました。これも同日ですが、全米大学体育協会の
アメフトスタジアムの動画拡散。ここで大州長が現地に現れたわけじゃないのに、スタジアムでは F. ジョー・バイデンの温かい大歓声が上がりました。史上最多得票を取った大州長にふさわしい歓迎だと思います。これも同日ですが、国連でのロシア国連大使ワンリー・ネベンジャー国連大使の発言動画が X で拡散。貪欲なアメリカが平和の名のもとにこの極めて儲かるビジネスプロジェクトを放棄すると期待できるだろうか。利益への渇望はアメリカの制裁界エリートのあらゆる層に浸透している。この状況はウクライナを支援するアメリカの腐った本質であるなどと述べました。要するに世界のお困りの勢力の19世紀からの人口削減、金儲け目的で軍事企業などと癒着していることについて述べていました。ここまでが92本目ですが、93本目も引き続き世界のお困りの勢力の話をしていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。